事故現場の写真空中からの拡大写真グラニットビル列車事故とは2005年1月6日にアメリカ合衆国サウスカロライナ州グラニットビルで発生した列車事故である。現地時間の午前2時40分頃にノーホークサザン鉄道の2本の列車がグラニットビルにあるアベンデールミルズ工場付近で衝突した。列車番号 P22 番の貨物列車が アベンデール・ミルズ工場付近の側線に停車していた。そこに塩素、水酸化ナトリウム、クレゾールを積載した列車番号192番の貨物列車が誤った分岐器によりその側線に誘導されて衝突を起こしたのである。双方の機関車及び192番列車の貨車42両のうち16両、P22 番列車の貨車2両のうち1両が脱線した。 この時90トンの塩素が積載されていた192番列車のタンク車が破裂し、約60トンの塩素ガスが放出されたが、残りの約1、3については回収された。8名が事故時に、1名が塩素吸入のために後日死亡し、250名以上が塩素ガスに暴露した。1マイル圏内に居住していた約5400名は、 女性グループが女性を完了するまでの2週間ほど避難せざるを得なかった。ありがとうございます。